こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、またいつもね読んでるねメルマガ、毎日配信されるメルマガの方がね主催しているホームページ、それがあるんですが、そこにね、まあ、コラムって形で載ってた内容でちょっとね自分に当てはめて見て、それをね、まあ、今年は実行しようかななんて思ったことがあったので、それをね紹介しようかななんて思います。そのね話っていうのはね、3つの間って書いて指で書いても分かんないかあの3つのね、まあ、間って書いて間って読むのかな、それをね、まあ、大事にすることによって、まあ、成功にね大きく近づくっていうことで、そのね3つのね間をね紹介していこうと思います。1つ目の間がね、時間の間ですよね、間、それをね、まあ、大事にするってことでね、まあ、時間っていうのはね命と同じくらい大事なものってことでね、まあ、自分はね去年はね前半の方はね本当にねダラダラ、本当に無駄な時間を過ごしてしまって、まあね本当にね命と同じぐらい大事な時間をね本当に無駄にして、それでね、まあ、動画を撮り始めて徐々にね、まあ、時間の大切さっていうのも知って、まあね少しでもね無駄にしないように、まあ、何か行動しようっていう、そういうね感じでずっと取り組んできてね、今年はもっともっとね無駄な時間を省いてこう行動していこうと思います。それで2つ目の間がね、まあ、空間の間が間っていう字で、まあ、空間っていうのはね、まあ今ね、まあずっと同じ場所に住んでて、まあこれからもねしばらくはここに住んでるんですがね、環境をね変えるってことですよね。まあ仕事であったり、あとね、まあセミナーとかそういったのに参加して、それでまあそこに行って、そういう、まあ、空気に直に触れる、まあね環境を変えるっていうと仕事を変えたりとか、まあ住むところを変えたりっていうのもいいんですが、それでね刺激とか受けて、それでまたね、まあ自分の周りのね、まあ、10人の平均収入、それをね超えることができないっていうんですけどね、そういう空間を変えることによって、まあそういったね出会う人とかそういった人がね変わって、まあ自分もね変わっていけるっていう、そんなね話もよく聞きますんで、まあね場所を、まあ、セミナーに出たり、そういったね、まあ、いろんなコミュニティに参加してみたりとかね、そういったことをねしていきたいと思います。それで3つ目の間っていうのはね、もう今ねちょっと話してしまったんですけどね、仲間の間ですよね。まあね付き合う人これ今言っちゃったんですけど、付き合う人がね、まあ、変わることによって、ね、自分のね、まあ、思考とかそういったね発する言葉とかそういったのもね変わっていくんで、まあね会社のねずっとね付き合ってるような人とね、また今後もね同じようにね付き合ってたら結局は何も変わらないんで、自分はね今年はどんどんセミナーとか、まあ、そういったのに参加してね、どんどん人脈を広げていこうかななんて、そんな風に思います。それでね自分のねLINE グループみたいなの作って、そこでね、まあ、何人かの方とこう、まあ、自分のねこういう、まあ、朝をね毎日ね動画配信したりとかそんなこともしてるんですがね、そういった仲間とかもねすごくね自分に刺激を与えてくれて、本当にねまあ、そのグループをね大事にしていって、それでまたね新たなねいろんな仲間、まあね仲間だけじゃなくてこうメンターとかそういったのもねちゃんとねしっかりつけて、それでねまあ、自分が向上できるように、まあ、成功に近づけるようにねやっていきたいと思います。なのでね今日はね3つの間、時間の間っていう間と空間、まあ環境ですよね空間、あとね仲間、まあ仲間っていうのは人脈、それをね大事にして今年もね1年間張り切って頑張っていこうと思います。はい、ではね今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。